230V、50Hz 230、110V 50、110 60Hz の波形商用電源周波数では商用電源として供給されている交流の電源周波数について述べる。日本の電力系統日本国内には交流電源の周波数について東日本の 50Hz と西日本の 60Hz の相違がある。 一つの国の中で5 0ルツと6 0ルツの独立した系統を有し、かつ周波数変換施設で連携しているのは日本のみである。これは明治時代にアメリカ合衆国での議論に触発されて起こった東京伝統と大阪伝統との間の直流、交流論争がきっかけであった。関東では1887年から 直流送電を行っていた東京電灯が交流の優位性の高まりに応じて交流送電への転換を決めた。そこで 50Hz 仕様のドイツアイグ製発電機を導入し1893年に浅草火力発電所を稼働させた。関東大震災の復旧をきっかけに浅草火力発電所との系統連携の 必要性から東京電灯管内は交流送電 50Hz に統一されていった。しかし関西では1888年に設立された大阪電灯が当初から交流送電を選択し 60Hz 仕様の米人員性発電機を採用した。これらを中心に次第に各地の電力供給が集約されていった結果、東西の周波数の違いが形成された。 第二次世界大戦直後、復興に合わせて、日本の商用電源周波数を統一しようという構想もあった。国内統一は実現しなかったが、周辺が6 0ルツの中で5 0ルツとなっていた、福岡県の北九州、筑豊地区では1949年12月より6 0ルツに切り替える九州筑周波数統一工事が始まり、 集団を挟んで1960年6月に完了した。一国内で周波数が違うことからどちらでも使えるように周波数フリーの電気機器が多く設計、製造販売されており電圧が同じ 100V あるいは変圧器を使えばどちらの周波数の国でも使用が可能である。また最近ではあまり見られないがスイッチ等により周波数切り替えができる機器もある。 現在の日本において供給側にとっては、相互融通の点からは、周波数を統一する方が望ましいが、それには一方あるいは、両方の地域の発電機、変圧器の交換のみならず取引契機である電力量計を全て一斉に交換しなければならない。その他、周波数変更の際に停電が伴ったり、さらに周波数に依存する機器を全て交換するか、 対策を施す必要がある。最も有名な教会は、静岡県の富士川で、富士川を境に、東側が50ヘルツ、西側が60ヘルツである。一般に、教会は、糸井川静岡構造線に沿う形で、東側が50ヘルツ、西側が60ヘルツである。実際には、電力会社ごとに供給約款で、標準周波数を定める。 首都圏全域、静岡県東部、伊豆、山梨県、群馬県と新潟県は 50Hz であり、静岡県中、西部と長野県及び、富山県は 60Hz である。ただし、以下の地域では、供給約款の本則とは異なる、標準周波数を定める。静岡県富士市と富士宮市は、商用電源周波数の境界である富士川が、両市を横切り、 富士川の左岸側が 50Hz、右岸側が 60Hz と混在している。また地域に関わらず、工場など一部大口需要家が電力会社の定める標準周波数とは異なる周波数を利用しているケースがある。この場合、需要側で受電設備に周波数変換設備を設けている。例えば JR 東海の東海道新幹線は、 富士河合島では浜松町、津波島、西相模、沼津の4カ所にある周波数変換変電所で東京電力パワーグリッドから受電後 50Hz から 60Hz に変換する。沖縄電力を除く各電力会社間では電気の相互融通を行っているが異なる周波数の電力会社間での相互融通のために 50Hz と 60Hz の周波数変換を行う周波数変換所が設けられている。電力会社間の相互融通のための周波数変換所としては、電源開発総変電ネットワークの佐久間周波、数変換所、東京電力パワーグリッドの新品の変電所、中部電力パワーグリッドの東清水変電所の3カ所がある。融通可能な電力は、 佐久間変電所は、最高30万キロワット、新品の変電所60万キロワット、東清水変電所10万キロワットで、東側が 154KV、西側が 275KV で連携される。2011年3月現在の日本で 50Hz、60Hz 間で、周波数変換ができる変電所は、蒸気3変電所のみで、両周波数間で融通できる。 最大電力は100万キロワットとなっていた。この状況は電力業界で認識されていたものの発電所を建設するに比べ多額の投資を要することが問題とされている。しかし周波数を一つに統一していくべきで、これは数十年以上前から専門家の間で指摘されていた日本の電力業界全般における根本的な問題だとする世論がある。 2011年の福島第一原子力発電所事故に次いで日本の原子力発電所における原子炉の危険性があるとの指摘がなされたため原子力発電所の発電が相次いで停止に追い込まれた。これによって日本各地で電力不足に陥り東京電力が発電所の被災により臨番停電を実施したことから様々な悪影響も発生した。北海道電力 中部電力、関西電力、四国電力、九州電力も電力不足を理由にした節電呼びかけや警告を行った。この電力不足の原因を東西で電源周波数が異なることによる融通可能な電力量の少なさとする意見がある。こうした中、2013年2月に東清水変電所が30万キロワットの本格運用を開始し、 東西間で融通できる電力は120万キロワットとなった。さらに2021年3月、日田市の周波数変換設備が運用開始し、融通できる電力は210万キロワットに増加した。北本連携線北海道電力も、かつては沖縄同様、独立系であったが、北本連携線によって、東北電力との電力関線の接続が行われた。 当初は、下北半島経由の海底ケーブルが付設され、現在は、青函トンネル経由が増設されている。しかし、海底ケーブルであることにより発生する諸問題を軽減するため、同連携線は直流送電となっており、青森方と函館方にそれぞれ変換所が設けられている。その後建設されたキー水道直流連携設備も同様である。 商用周波数で稼働する交流モーターや電熱機器を使用している需要化において電源周波数の変動はモータトルクや引いた出力の変動に直結し工業製品の製造工程の安定性や品質に直結するため高精度で安定した周波数での供給が求められている。しかし島国である日本は他国との系統連携がない上に国内で二分されているため 系統内の容量が小さく周波数変動が発生しやすい。実際の系統ではタービン出力が一定であれば電力需要が減少した時は回転速度が高くなり周波数と電圧の上昇。逆に電力需要が増加した時は回転数が低くなり周波数と電圧の低下という現象が起きている。電力会社は数分単位の 短時間変動と30分単位の長時間変動に対し発電機の出力調整などを行い周波数の安定を図っている。日本での周波数の調整方法には低周波数制御方式、低連携線潮流制御方式、周波数バイアス連携線潮流制御方式、選択周波数制御方式がある。なお、出力調整に失敗し、 周波数が一定の調整範囲を逸脱した場合、発電所は系統から改列されるため停電が発生する。世界の商用電源周波数 100V、50Hz は電圧が 100V で周波数が 50Hz である地域の色を示す。主な電気製品の周波数の対応についての一般例を挙げる。誘導電動機は回転数、トルクは周波数に比例し、 消費電力は電源の周波数の比の事情に比例する。ただし、インバータを内蔵している機器では、インバータを経由して電動機に電力が供給される。ため、電源周波数による性能の変化はないが、内部の整流電圧が 60Hz の方が高くなる。ため変換効率は 50Hz より良好である。インバータ内蔵製品、50。 60Hz 切り替えスイッチ付けの製品は下記に当てはまらない。なお、現在市販されている加減製品ではほとんどに対策が施されており、50、60Hz の違いに関係なく使える。電源周波数に同期して動作するもの特定の電源周波数専用に設計製造されたモノビ工場機のように電化製品には電源周波数を指定して設計。 製造されているものがある。このような製品では、周波数の異なる地域で利用する際には、部品交換や回収が必要となる。また、回収に対応できず、買い替えを余儀なくされることもある。なお、最近の電子レンジや、蛍光灯照明器具などの製品には、高効率化、低消費電力化などを目的にインバータを用いて、製品内部で、 周波数変換しているものも多くある。これらは一般に電源周波数に関係なく使用できる。このため、引っ越しの際には利用している製品の表示や取扱説明書で対応周波数を確認し、引っ越し後にそのまま利用できるか、あるいは回収が必要か確認することが重要である。50、60Hz と記載されていれば、そのままか、あるいは、 周波数切り替えスイッチで切り替えることで、どちらの周波数でも利用できる。電動機を搭載した機器の場合、50Hz200V、60Hz200、220V という表記をしたものが一般的であるが、極まれに 60Hz200V 時に軌道不良問題が起こる。これはコイルのインピーダンスが周波数に反比例し、 入力電流が減少し、軌道トルクが低下するためである。電源電圧を 220V に近くする、プーリーやギア比を変える、あるいは 60Hz 用に設計した機器を使うなどの配慮が必要である。なお、乗用車などで、交流 100V の家電品を使用可能にする車載用インバータの中には、比較的消出力のものには、 電源周波数 55Hz のものも多いが、これは国内の商用電源周波数 50Hz と 60Hz の中間をとっており、比較的低消費電力の製品で50、60Hz 表示の製品に限って使用するなどの条件がある。ありがとうございます。